ミューツーチャンネルのミューツーです。今から、ふわっちツイキャスって配信サイトで、最も脱税疑惑濃厚な、ホームレス今年で7年目の、パルパル君を国税庁に通報します。以前もしたことあるんですけど、改めてしてみたいと思います。では、行ってみましょう。とりあえず、関東信越国税局にしときました。一応、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県ですね。一応ね。で、ここに、パルパルの本名を書いて、で、おそらく長野県松本市が、実家ということなので、ここに入力させていただきました。まず関係する税目は所得税にしまして、ここに時期、期間、場所、人物、金額、手段、方法、金融機関の支店名など、口座番号など具体的に記入してくださいってありますので、期間は2015年から2022年にしましたね。で、場所は、現在東京都新宿区周辺で住所不定状態、他人の住居に居候またはホテル暮らしと。で、居候先の人物のツイッターアカウント、ここにくまちゃんのツイッターアカウントの裏で貼らせてもらいました。人物は本名ここですね。で、パルパルというアカウント名でインターネット活動している。ツイッターアカウント、パルパルの本アカのアカウントね、ここに URL 貼りました、裏で。で、手段、ふわっちツイキャスという動画配信サイトで7年間収入を得ているが、いまだに無申告の可能性が極めて高いと。で、こちらにふわっちアカウントに URL とツイキャスアカウントに URL を貼りました。で、方法としましては、配信サイトの投げ銭システム、かっこ YouTube ライブのスーパーチャットと同様の仕様というふうに。これ多分わかると思うんで。で、あとは方法としまして、または視聴者へ呼びかけをし、直接自身の口座に振り込んでもらう方法と、記入させてもらいました。で、おおよその金額ですけども、2000万以上はくだらないんじゃないかなと思いますので、2000万以上で。で、こちらに本人の口座番号など、長野銀行、長野銀行、ふふふふ支店。で、番号ちょっとね、全部は書いてないんですけど、ふふふふふふって書いて、で、発行日が平成26年3月14日になってますね。これはその通知を発行した日だと思うんですけども、記録多分残ってると思うんで、一応必要な情報かなと思って、記入させてもらいました。で、こちら最後ですけど、本人の口座番号の画像、住民基本台帳カード、住基カードですね、の画像などなどの、画像をこちらのギガファイル便の URL にアップロードしまして、一応パスワードかけてます。で、これを、送信すればいいんじゃないですかね。最終的にこういう状態になってますね。これは本当確認画面です。さっきの画面はちょっと間延びしてたと思うんで見づらかったと思うんですけど、これでわかりやすいんじゃないかなと思いますね。では送信します。こういう画面になりましたね。送信完了画面になりましたと。僕は2020年の12月にもこんな感じでパルパルの通報してるんですけど、やり方としてはこんな感じですね。で、匿名で通報できるんで、皆さんの周りにもそういう脱税の疑惑がある人がおったら、もうちょい確かな情報あった方がいいんでしょうけど、こんな感じでいいんじゃないかなとは思いますね。ミュウツーでした。よければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。シャイニングスターズズレバー。